どうもお疲れ様です。今回はね、岸田さんがね、まあ、すごいことを言い出したんですよ。なんと、異次元の少子化対策っていう形で、もうすでにファンタジーというか SF の世界に入ってきましたね。異次元の金融政策ですらちょっと笑いを噛み殺したぐらいなのに、それを真似して、まあ、異次元ときましたよ、少子化対策。いやー、異次元の少子化対策を挑戦するぞーって言ってね、息巻いたいわけですけども、じゃあ今度これがね、うまくいかなくなったら、もう打つ手がありませんよって言ったのと同じなんですよね。しかも、 異次元の少子化対策って言っても,も、実際は打つ手がないんですよ。じゃあ、少子化ってなんで起きてるかってことなんですけども、少子化ってのは結局、ロスジェネ世代、昭和40年代に生まれた人が、まあ、いわゆるベビーブームだったわけですよね。この人たちが、まあ、結婚して子供を作らなかったところに大きな原因があるわけなんですよね。じゃあなんで結婚できなかったんですか当然ですよ。恋愛をしなかったんですよ。じゃあなんで恋愛ができなかったんですかって言ったら、金がないからですよね。<laughs> 金がなければ、見栄も張れないし、デートも合コンもできないわけですよ。それこそね、まあ男性なんてのは、自分の稼ぎが十分あるから、それをひけらかすために、まあ女の人にアプローチするわけじゃないですか。で、女の人もね、そこそこ、自立するために、そこそこのお金が必要なんですよ。まあでも、女の人もね、なかなかチャンスがつかめずに、非正規を繰り返して、まあ自立ができなかった。ね。 なんか未だに親元に暮らしていてもうそろそろお父さんお母さんも80代になってくるわけですよ遺産を当てにしだしたみたいなこともありますけどもうわうちの親お遺産もないわみたいなね どうするんだって、40代、50代になって。うん。で、えー、まあちょっとね、気の毒なんですけども、40代過ぎると、ちょっと女性はね、どんな異次元の少子化対策なんだって話ですけども、それこそね、急に20歳若返りましたみたいな、本当の異次元の少子化対策をしてくれたら、急にモテ始めて、結婚への道ってのを開けるかもしれませんけども、いやでもね、40代で結婚どころか、出産もちょっと難しいわけなんですよ。で、菅総理がね、不妊治療どうこう とかって言われてました、まああれは少子化対策に影響があった方なんですけども果たしてですよ40代で不妊治療に挑戦できるような環境や状況や金銭的な余裕が生まれたとしてもこれやる気になるかって問題はまたあるんですよなぜなら生まれた後は人は育っていくわけですけども子供が20歳30歳になるまでに確実に20年30年かかるわけですよそう考えた時にね例えば45歳の女性があー出産しました 子供が30になった頃、私は生きてるだろうかって考えなくちゃいけないわけですよ。さあ、どうします異次元の少子化対策って言うんだったら、じゃあ、45歳の女性がね、急に昨日、うん、明日になったら、22歳になりました <laughs> これは異次元の少子化対策になると思いますけども。果たしてどうですかねで、非常に申し訳ないこと言いますけども、40代の女性を、じゃあ、お嫁さんにしようかな、恋愛の対象に迎えようかなっていう心の広い男性がどのぐらいいるかって言ったら、まあ、30代、40代にはまあいないでしょうね。 で60代ぐらいになってきたらいるかもしれないですよね。再婚組ですよ。それこそもう子供はあ当てにしないけども。 なんか、奥さんもね、先立ってしまったし、男一人で60代70代過ごすのも不安だなっていうところで、40代ぐらいの若いお嫁さん、最高できないかなみたいな人はいるかもしれませんよ。60代になってくるとさすがにね、20代の女の子と結婚しようなんて、まあそこまで身の程知らずはなかなか芸能人以外にはいないと思いますんで、40代ぐらいで手を打っとこうかなみたいなことになると思いますけども、じゃあ、異次元の少子化対策って一体どこにあるんでしょうか 今度は男性に目を移してみると、男性が今ね、40代で、一回も正社員になったことないし、一回も年収200万越したことがない人が、異次元の少子化対策って何って言った時には、まず、極端に年収が上がりました。ね。来月から給料が、なんか10倍になりました。とかってね。年収が2000万になりましたって言ったらね、ちょっとは自分にお金をかけて、え、見栄を張って、女の子でも口説こうかなと思うわけですけども、そこに立ちはだかるのがやっぱり年齢の壁ですよね。さすがにね、 40代の男性、きついですよ、20代の女性にモテようと思ったら。まあ一部ね、芸能人みたいな、あの、平民はいますけどもね、大抵の40代、40代の頭してるんですよ。で、今、問題で手を打たないといけないのは50代になっちゃってるんですよ。もうすぐ、還暦要するに、老人になってるわけですよ。 ね五50代を老人というかどうかっていうのは意見の分かれるところですけども、まあ老人の入り口に立ってるわけですよね。じゃあね、こういうふうに考えてみていただきたいんですけども、20代ぐらいの女性がね、22、3歳で、50代の人をちょっと、結婚相手、恋愛相手に選ぶかなと思ったら、パパ活芸はなかなかありえないんじゃないかなと思うんですよね。いや、だって20代の女の子にもお父さんがいるわけでしょ。ね、お父さんと、どっこいの人が、なんかね、娘さんをお嫁さんにくださいとか言うわけでしょ。 下手したら、そっちの方が年上だったりしてね。<laughs> うん、なんかそういうバランスもあったりとかして、ん、なかなかね、女性としても恋愛は進んでも、結婚に至るかどうかちょっと難しいところがありますんで、ここを解決する策を岸田さんが持っているからこそ、異次元の少子化対策っていう風なタイトルがついたのかなと思うんですが、今回はね、内容とか財源には触れずってことでした。あの、出産一時金が50万円になりましたよ、みたいなことありました。岸田さんはね、もう最大の上げ幅ですとか言いますけども、果たしてですよ、 出産一時金四十数万円が数万円値上げして五十万だったからって言って、よーし、子供産むぞってなりますかね。うん。だからこれではね、ちょっとあまりにもちょっとしょぼすぎるかなというところがありますんで、例えば出産一時金が中で五百万ですとかね、一千万ですとかになったら、これはこれでね、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうになったりするわけですよ。で、中にはお金がないから、あの、子供を持てないようなね、ご夫婦もいらっしゃったりするわけですからね。で、お金があれば結婚してみようかなっていうふうに考える方もいるんですよ。 古い考え方として、一人では厳しい暮らしも二人で協力したら家賃も高熱費も半分になるからみたいな、そんな考えあるんですけども、現代社会においてそれはまあないですね。どちらかというと、共働きするとどっちかがコスト意識がなくなりますんで、実は出費は増えるんですよ。で、こういうことってあんまり語られてないんですけども、あの、一緒に暮らすとね、 あの、生活経費払ってるのは、どっちかの名義なんですよ。で、名義の人は、やばいと思って、一生懸命名祭とか見るんですけども、もう片方の方は見ないんですよ。ですんで、結構ね、えー、無駄遣いになっちゃうんですよね。まあ、こういう風なデータはあんまりさらされてませんけども、割とね、こう、一緒に共同生活をする苦悩ってことで、例えば共同生活っていうと、あの、ある宗教団体の人がね、男性同士とか女性同士で、こう、共同生活して暮らしてる例があるんですよ。二人とか。まあ、場合によって三人でね。 まあそれは変な意味じゃなくて、本当にコストを削減する意味で共同生活するんですけども、どっちから必ず浪費するっていうね、そういう風な愚痴が聞こえてくるぐらい、これは隠れた問題なんじゃないかなと思うんですよ。まあですんでね、本当にね、 コスト意識ってのは自分の暮らしではなくて仕事に対して持てる人。どのぐらいのコストをかけたらどのぐらいの売上や利益を生まれるかってことを緻密に計算して利益を見続ける人ってのはプライベートでもそれが生きてくるんで、必ず使ったお金に対してのリターンをきちんと取っていくんですけども、まあなかなかそういう人はいないんで、えー、こういうふうなね。 えー、資産状況、低たらくなってる <laughs> ということだと思うんですよ。まあ、それっていうのも、まあ、個人的な責任もあるんですけども、結局はあれでしょあの、ロスゼル世代に、きちんとした救済策を取らなかった。だあの時代は、就職氷河期っていう風に、リアルタイムで名前がつくくらいに、もうこれはどうしようもねえぞ、みたいな。誰も就職できねえぞ、みたいな、そんな瞬間だったわけですよ。で、私も実際ね、その就職氷河期の真っ只中に突入しましたけども、2個上の先輩が、就職ねえよ、とか言って自主浪人するわけですよ。大学をね。 で、もう一個上の先輩も、本当に就職ねえよってか、自主浪人するわけですよ。そうなると、私たちの卒業年度ってなんか知んないけど、1校へとか2校への先輩も同列に並んで新卒採用を目指すわけなんですよ。いつもよりもライバル多いわけですよね。しかも、同年代が180万人だったかな。なんか史上最高の大学受験人数だったわけですよ。 で、大学によっては定員の10倍をね、取ってね、で、校舎が足りなくて、パンクするみたいなおかしな大学もあったぐらい、本当にとんでもないような競争社会が、私たち昭和40年代生まれ、特に47年生まれだったんですけども、なんとね、大学を卒業する年度にも。 人数って基本的に減らないじゃないですか。その4年経って、じゃあ人口がね、18歳人口が急に半分になりましたってことないわけですよ。で、逆に前の卒業年度が被ってくるんで、ものすごい競争率になって、私たちのね、就職時代っていうのは、氷河期ってリアルタイムで名前がついちゃったんですよね。それこそね、100社、あ受けて、何社通るかなって世界で、私の場合はね、えー、あれですよね、リクルートの、うん、企業情報ってのを、 まあある会社ごとに取るわけですよ。はがきでね。で、百数十社エントリーシートを送って戻ってきたのが20社ぐらいだったんですよね。<laughs> そんなところだったんですよ。20社ぐらいしか書類を出しちゃいけませんよって言われて、まあ書類出しますよね。面接なのが3社とかですからね。 <laughs> まあ面接済んだの3社でやばいって言うんでまあいろんな手を打ってねまたあの就職先候補を広げていくわけなんですけどもまあなんとかね会社に潜り込んでいた先輩のつてをたどっていろんな面接受けさせてもらいましたけどもまあどこも厳しいよねとだって一応定員は取るけどもあの昨年の10分の1とかね大手自動車会社でも昨年50名取ってたけども今年は5人なんだよね <laughs> <laughs> そんな世界だったんでそれはもう。 厳しいですよね。うん。で、当時アパレルがかなりね、まだあ人気だったんで、洋服の青山とか春山ってところがかなり文句を広げてたんですけども、なんと、たまたまそこに就職した同期ってのが20年経って今失業してるんですよ。なぜなら、紳士服が売れないからっていうね、<laughs> かわいそうな状況になっております。まあ、これも込みで、異次元の、あれでしょ子育て支援少子化対策でしょうーん。あの、 自力で結婚して子供が持ってた人に、じゃあプラスアルファの支援をしますよっていうのは、これ少子化対策じゃないですからね。単なる子育て支援。今までやってたことなんですよ。まあこれをやってるのが、まあ東京都だということなんですけども、まあ東京都はね、本来国がやらないといけないことなんですけどって言いますけども、いや違います。地方自治体がやることですよ、それは。子育て支援は。少子化対策ってのは、子育て支援の前、子供がどう生まれるかってことを支援するってことなんで、 あこの人はお金があったら結婚するだろうなみたいな人にドカーンとお金を与えればそれはあまあ目指してね出産に至る子供が増えるってことになるんですけどもそれを一切しないわけですよ。 ただ、自力で恋愛できない、自力で結婚できない人に、どう支援するかっていうのが少子化対策なのに、まずそこをしないといけないのに、生まれた人に対してお金あげますっていうふうにね、自力で出産まで達じた人には、なんとかね、助けてあげるけど、自力で恋愛もできない、自力で結婚もできない、自力で出産もできない人に対しては、税金だけ払って死んでくださいみたいな制度なわけですよ、これは。これが、まあ、異次元といえばね、 まあ、異次元から宇宙人がやってきて、地球人殲滅作戦。これが少子化対策だみたいなことになっちゃうと思うんですけども、怖いですよね。はい、じゃあまあ、いろいろ言ってもね、キリがないんで、この辺にしときましょうか。まあ、岸田さん、異次元はもういいですから、少子化対策だけやってもらいたいなと思います。あの、少子化対策はね、またね、 我が子翔太郎だけにししてるんじゃないでしょうね、ね。まさか、ね、所得倍増は結局自分の息子だけに成功してほとんどの国民は置いてかれたわけなんですけども逆になんか増税というプレゼントをくれましたねさすが文句言うやつは増税だってことで、ね、今回は終わりっていこうと思います。